港内駅舎下り着発2役船に入船する貨物、列車下り着発2役船での荷役作業。静岡貨物駅は、静岡県静岡市駿河区池田麻大黒壺に、駅事務所を置く、日本貨物鉄道の貨物駅である。東海道本線草薙駅東静岡駅間に、ある。かつての東静岡駅で、1993年に移転、改称し、着発線。 二役方式を導入する駅となった。すべての側線が上下本線の内側へ分岐しており、駅事務所などを除く設備は本線内側に存在する。着発線は下り線が1番線から4番線までの4本、上り線が1番線から3番線までの3本。そのうち最も内側の下り4番線と上り3番線が着発二役線となっている。 コンテナホームは一面で、長さは450メートルほど。ホームの下を大屋川放水路が通る。コンテナホームは駅構内の北東にあり、その南西端には仕分け線が10本ほど存在する。さらに南西には、貨車の研修庫、機関車の留置線と研修庫がある。また、東海道新幹線の保線基地と地下の連絡線で直結している。 この連絡線はかつて東静岡駅北口の敷地に存在した貨物ホームへの引き込み線の名残で現在も新幹線の線路の北側に沿う形で長い引き上げ線の跡が存在する現在もレール等の資材搬入のために時折車両の入線があるコンテナホームの下り線を挟んだ南側にはトラックプールや営業窓口の JR 貨物静岡営業所 静岡総合鉄道部の乗務員基地、保全基地の静岡保全区が入る駅舎がある。ホームとトラックプールは列車運行に支障がないよう地下通路で結ばれている。本線上で列車を停止させて乗務員交代を行うことがあるため、上り線の草薙駅よりと下り線の東、静岡駅よりにプレハブの乗務員待機室と乗降用簡易プラットフォームが設けられている。以下は、 2014年3月15日時点のものである。ありがとうございます。